こんにちは。のだめ英語バージョン第9巻の中から英語を紹介しますね。170ページです。のだめ千秋、そしてのだめのお父さんと一緒に、干潟に行きました。ebb tide、引き潮、干潮っていう意味なんですね。ebb tide っていうのは、ここでは日本語では、干潮やーんっていうふうになっています。